皆さんこんこにちはいいですか、えー、フランス人の士官ルイ・クエットマンは明治9年から明治11年までですねいわゆるフランス第二次軍事顧問団の一団として日本に滞在しさまざまな資料を日本持って帰り、ま、フランスに持って帰りましたこれらの資料のその大部分はですね彼の孫の ピクレットマンの帰宅によって私の勤務するコレジド・フォンスに保管されています今日はですねこのコレクションに関連した単行本まずこのコレクションに関連した単行本をいつか紹介しその後でいくつか写真でですね人の顔が写っている写真を紹介しますクレットマンのコレクションがですね多少とも広く知られるようになったのは ああ孫の彼の孫のですねピエール・クレットマンの活躍が非常に重要でして彼はですね、えー、あピエールはですね祖父のおじいさんの持ち帰った資料のに興味を持ち始めるのは彼が80歳の時ですけれども、えー、ちょっと早く回あしすぎちゃったのかな、えー、1994年のですねピエールが80歳の時に えー、おじいさんの持って帰ってきた資料に興味を持ち始めやがてですねそ祖父のおじいさんの残した日記や手紙を活字化して自家出版したりあいろんな人の協力を得てですね横浜の開港資料館での写真の展示会を成功させています、えー、もちろんこの展示会は兄はピエールも来ましたしピエールは自分の子どもたちも連れてきて初めて日本に来るわけですねそそれぞれぞ、えーえー、の <coughs> 開資料館でのののの写真の展示会というのは2000年のことですこのですね要するにおじいさんがいわゆる、えー、お雇い外国人として活躍したお,かお,お雇い外国人としてのルイのおじいさんの活躍ぶりをピエールの活躍ぶりと交えて描いたエッセーが ここにちょっと表紙を見ていただいている2002年に出た辻由美さんの若き祖父と置いた孫の物語「東京・ストラスブール・マルセイユ」という本です。要するにここでいうストラスブールというのはおじいさんが生まれたところですね。それからマルセイユというのは孫のピエールが晩年を送り彼、おじいさんの資料を研究したところです。要するるにこういうい本が書けるほど この本の存在そのものがピエールのというか孫の活躍ぶりを語っているこういう印象深かったということを語っていると思いますそれからですね2000年の横浜開港資料館の展覧会には,ですは残念ながらカタログという公式のカタログというものはないんですけれどもそこで展示された写真を採録してですね日普通の 専門家が寄稿して出版された本というのがあってそれがですねニコラ・フィエベと松崎関子さんが編集したフランス史館が見た近代日本の明けもというここにお見せする本ですけれども、えー、この本はまあ写真ここにいらっしゃる資料編纂所の谷さんみたいな写真の専門家が寄稿しているだけじゃなくてですね建築家であるとか鉄道史の専門家が寄稿していました要す。るにそれだけ <laughs> えー、クレットマンの写真というのがいろんな視覚からあ分析できるということを示してクレットマンというのはエンジ,エンジニアリングの、えー、士官ですから要するに日本でいう公平で、まあ、そういう技術的なことに興味を持ったということが無関係ではないと今思いますけれども、まあ、日仏の完全なバイリンガルな本であるというところがもう一つの特徴です。 それからです、ね、先ほどお話ししましたように、えー、クレットマンのコレクションはコレジオ・フォンスのデジタルアーカイブに入っていますのでサラマンゾーというコレジオ・フォンスの、えー、デジタルアーカイブというのかな。 そこに入っていますので、ちょっとどういうものが入っているか見,ていただき見ることができますけれども、まあ、例えばこのホシロっていうあの,シあの検索画面に、例えばクレットマンと打っていただいても何か出てきますし、あるいは長崎と植えてばクレットが持ってきた長崎の写真が出ますけれども、今日はちょっとその、あここ押して、要するにコレージュ,ージュフォンスにある いろんなです、ね、あの個人の名前がついた文庫であるとか、いわゆるコレクションでフォンって書いてありますけれども、その中から一番下にあるフォン・ルイ・クヘットマン・ルイ・クットマンというところを、うん、検索をしてみたいと思います。フランス語で書いててありますすけれども、えーこえー、要するににここにあの全てが コレクションが入っているわけですここに画面の左側に右をここを押しますとどういうコレクションが入っているかというインベントリーが見えます。まあ、<laughs> えー そんな一つのここを押せばコレクションがあってフォトなんて、えー、と写真であるとかあらけんけん英朗画像ポーフノンズラ要するに大月から来たけん英イン画廊ですねそれから巻物れからえす要するに版画ですとかあるいはドキ空港へこう地図であるとかあるいはあ教科書それから教科書のためのおマニスクリというかドキューム 要するにちょっとお話ししませんでしたけどもクレットマンは要するにできたばかりの、えー、一概の陸軍学校で築城、えー、学であるとかちあの地図ですねトポグラフィーとかフォーティフィケーションを教えますのでそのための講義の時の,工技のためのマニュースクリとトも残っているわけですそれは私もジェ,あのジェルバで時に少し紹介しましたけれどもで今日はですねで、えー、デジタル化されているのはちょっとここに小さなあ 印がついているものだけで、今日はこのちょっと兼栄老画像というのを見た,い見たいと思いますけれども、そうすると、あれちょっとなんで、4つアルバムがあるんですけども、これはこう口で説明するより見てみたいただいたほうが早いんで、これをちょっと。 こういうアルバムで,ですねこの県霊県営労ていうのが徳川のたやすから来るというのはそこにいらっしゃるあのちゃんと発音できるかどうかわからないんですシェフキン人さんでいいんですかあのえ映像からの,えの映像に関する古い本箱書に関してですね、えー、木曜日に割とん、えー、明快な あプレゼンテーションをしていただいた下の説明にあったように、まあ、徳川の助けに関係するんですけれどもこ大体高さは4 0センチほどのアルバムですけれどもまあ、こういうものが4つクレットも持ってきましたでここにありますねここに書いてあるようにサイトありますけどどういうものが入っているかということは、えー、今皆さん見ていただければ見ていただくことできますけれどもあれ ちょっと要するに変わったあ動物というか足が8本あるですね犬とかねそういうことものを描いたあ,ある一種の切り張り帳なんですけどアルバムがあります。このですね、えー、ケーロー要するを私たちはタイヤスのアルバムタイヤスアルバムって簡単に呼ん,ん,んじゃうんですけどもそのアルバムのこの 崩し,し,し字の部分をですね、報告して、でなおかつ、分析しフランス語に翻訳して分析したという本がありまして、これがここに紹介する、モンストロ・ポディジュ・ドン・レ・ジャポンデート、江戸時代の怪物と脅威とでも訳せるような本でして、これは面白いのではですね、ちょっとじゃまた。<laughs> パワーポイントに戻りますけれどもこれを書いたアラン・ブリオさんというのはあお医者さんが本業の人で でまあ、要するに単に妖怪ブームとかそういう中で分析するのではなくてです、ね、ヨーロッパにもルネサン期とか中世ルネサン期にです、ね、テラトロジーといって怪物とか奇形学を奇形のあの人間の奇形を研究する分野があるんですけどもそういうものと比較しながら日本の,この今見ていただいたようなあ、えー、映像というかそれとそれに対する文章を分析している本です。 でこれからですね、最後に最後といいますか次の紹介ですけれどもあその前にですねでそれからそのあと 今サラモンドで見た中に巻物というのがありましたけれども、まあ、いわゆるあの当時明治にわたる明治で明治の時期にあ初期に。えーえー <coughs> 日本にわたる欧米人というのはいろんな美術品を買っ,買ってきますけれどもその中にかなり多分美術的な価値が高いだろうと思う巻物が一つありまして、えー、それはですね現在コレージドフォンスで今日からの朝から始まったんですけれども今日の朝から、えー、明日の晩までですねジョーネ・トパトリモアンというのがありましてヘリテージ・デイズとか訳せると思うんですけれども要するに、えー、フランスでは。 美術館や博物館じゃなくてもコレージュ・フォンスのような研究機関が持っているですね非常に価値の歴史的な価値があったり美術的な価値があるものを一般に公開して無料で見せるというそういうい、えー、よしがあるんですけれどもそれのですね今年はコレージュ・フォンスはあーそのですね目玉としてこのクレットマンの巻物を使いましてそれを表紙にしたカタログがここにあります。まあ、これもまあ ククレレットマンンのコレクションに関連したた単行本とといいうことで紹介させていただきま,すまあ全体は長さ7メートルあるんですけど7メートル全体をこう、えーま、いあー全体にこう広げるようなショートケースショー,シ,ョーショーケースをわざわざわ作って今現在パリに行くとこのクレットが持ってきたああ巻物を見ることができますし明日パリに行けばそれを見ることができます。 おかげで私はだから明日の朝から一夜漬けで学芸人をやることになるわけですけれども <laughs> それではさらにですねその次の本でこれはまだ出てなくて残念ながらまだ出てない本ですけれども出ることは分かっていて出ることは分かっていてというかもう構成段階でですね私のポケットの,あの USB 金にはほとんど完全な、えー、段階の本があるんですけれども。 まあ2015年に出ることとは間違いないなだろうと要するにクエッタが持ってきた手紙と日記をですね先ほどお話ししたように、まあ、孫のピエールもほとんどその本を日記と手紙をあの報告してるんですけどもかなり間違いがあったということもありますしそれを厳密に編集し直して。 えー、さらにはいろんな彼が持ってきた写真であるとか専門家の解説書解説であるとかいろんな注をつけて、えー、日,本日本に行った時期の彼のこうこう日記と手紙を出版し,します,、えーそれがですねで。それからその、まだ表紙がここに見ていただいているもので,です、ね、私もここに持ってますけれども。 えー、この表紙に関してもちょっと面白いことがありましてまずこの表紙はこれもイやすのアルバムから取ってきていますこの面白い世界地図ですけれども、えー、たそ,れそれでもう一つは、まあ、あさっきの際「あの怪物が乗ってた感」とは違う感の外国と言われているタイスのアルバムもありましてそこから、えー、こ持ってきましたそれからもう一つはですねこのもう えー、ピエールは2003年に亡くなるわけですけどもで私,私を含めて編集者4人いるんですけども、まあ、みんなピエールに会ったことがあってで私たちはピエールがこの,なんていうかこの絵が好きだった地図を好きだったということが知っているので、まあ、ピエールへのオマージュとしてこの地図を選びましたそれからですねもう一つ面白いのは、まあ、本題から外れますけれども こう選んだ後にです、ね、この地図が何なのかということをあんまり気にしないで選んだんですけれどもこの地図は結構面白い地図でして単にこう見て面白いかというのではなくて歴史的な意味がありましてもちろんみた皆さん下の方にこう船みたいなあ船のようなあのロシアのから出てこう点線がこう出ているのが分かる,分かるでしょうか要するにあのみなあの南アメリカの下を通ってですね 要するに船のコールらしきものが見えると思いますけれども実際、これはあの表紙にするときにですね右の頭の方にあに右上にある「ドゥ t ン a ジャポンというあのタイトルのところにいろんな日本,の日本語の,あの記事が書いてあったのそれ全部消しちゃったんですね。で消したものをちゃんと読むとこの地図はです、ね、実はご存知かもしれませんけれども要するに1794年だったかな要するにあの仙台の石巻からあの漁師が漂流してですね ロシアに渡ってロシアを通って、えーえー、<laughs> 最終的に、えー、あの西回りして日本に帰ってくるという要するに世界であ日本で初めて日本一周世界一周をした人という要するにそのうちその話は要するに大月玄卓の,あの寛解異文というそういうあの話になるなんですけども要するにあの点線で見えるのは 日本人で初めて世界一周した人のコールが書いたそういう割とある意味では由緒ある地図でしてその地図をピエールは生前と言いますかどう理由も分からずこう好んでいまして、まあ、そういう地図をわざわざ、まあ、偶然なんですけれども私たちは表紙として選んだことになります。それからですね、えー ここにも、まあ、右端に乗ってるのがもちろんピエールクレットマンで、あ、ピエールというかあ当時日本に渡った、えー、そのおじいさんのルイクレットマンの肖像画です。さて、えー、このルイクレットマンですの写真ですけども、実際にはこういう四角い形で、えー、あの <laughs>。 持ってきてられれいるわけけですけれどもここにはあよくは見えませんけど東京極福街写真誌「清水東,東国」と書かれていましてよく有名あの知られた人,あの有名な人ですけど清水東国という写真家に撮ってもらった写真なわけですね。えー、それで比較的よく知られた話ですけれども。 この清水東国にですね写真を教えたのはシーボルトです。シーボルトで2回目に日本に渡ったシーボルトがこの清水帝国に写真を教えました。比較的よく知られた話なんですけれどもそれで要するにシーボルトが2回目に、えー、っとあの日本に来たときですね。 まあ皆さんのところ川原圭吾が1回目の,あの画家だというかシーボルトの画家だということはごよくご存知で皆さんも今回その絵を選ばれたと思い見られましたけれどもこの清水東国という写真誌は実は最初は絵描きでしてシーボルトの絵描きでした、まあ、それどうしてそれが写真,機写真を学ぶようになったかというのがちょっと面白い話があるので紹介しますと。 まあ要するにシーボルトはこう来た時に幕府にまあ要するに植物画を私のために描く画家を選んでくれと言って幕府に頼んで選ばれたのがえ当時すでもうまだ20歳だった清水彫国ですね。で清水彫国は最初そのシーボルトが持ってきたシーボルトの両親の油絵の肖像画に非常に興味を持ちましてでまずだからシーボルトのために 植物語を書く一方で、えー、<laughs> 油絵の修行をしますシーボルトに油絵を教えてもらいます。であまり油絵に熱中しすぎてですね要するにシーボルトがこの長崎に帰るときに俺は長崎に行かないと俺は東京に残って油絵の勉強をするとでじゃあ今度は写真を教えてやるからこれはこの方がすごいだろうっていう話になって。 えー、もし写真を、自主技術を学,べ学びたければ、俺と一緒に長崎まで来いと言って、長崎まで行って写真を学んだという話がありまして、これはあの有名なですね、クレーズのシーボルト先生に出てくる逸話ですけれども、まあ、おそらく年代からいって、えー、シーボルトにさい何かを習った最後の人間が清水日本、最初の最後の日本人がシーボルトだと、あ清水東国だと思います。 それかこれはですねだから1861年、文久元年のことですがその数十年後にですね写真主唐国の名前とですねおそらく写真がですねヨーロッパまで届きます。画面に緑で書いてあるのがフランス語の原文ですけれども要するに1875年にパリで発行されたですね写真の専門雑誌にヨーロッパ人の同業者と比べても引けを取らないですね特に写真肖像写真に優れた写真家として当国の名前が登場します。 <laughs> まあ、イギリス通信とでも訳せるものの中にて記,事なのです記事ですので正確にはまずイギリスのおそらく写真雑誌に写真の専門雑誌に横浜の写真家として東国の名前が出てそれがフランスに伝わったわけですね。まあ、この当時はあ、えー、当国は国 横浜で仕事をしていたわけですけれどもその後彼は横浜から東京に仕事場を移してですね明治の政府の高官であるとかあるいはここに見るようにフランス軍人の肖像写真をたくさん撮るようになります、まあ、要するにいわゆる横浜であるとかトリティポートといいますか上海であるとかああいうところで来る西洋人の外国人を相手に肖像画を撮らなくても東京で写真家としてやってきるという。 ことを意味しますこれは、えー、以上はですねまあこの写真の話は、えー、まあこういう写真を肖像写真を撮って交換するというそういうことはすでに盛んだったんですけど今度はちょっと単なる症状者写真の交換ではない例をですね今回出版される日記と手紙を即して紹介したいと思います a、えー、年代が改定選手 えー、クレットマンの滞在の2年目ですね明治10年の2月から西南戦争が起きますで要するに彼が教え,てた教えていた士官学校の生徒も動員されるわけですねで画面に読んであ見ていただいているのはフランス語の原文ですけれどもその西南戦争が起きたのが2月でその3月にの日記を引用しますあ引用しますとかちょっと簡単に訳します石本がかりに来た昼食をっ 一緒ににるるように引き止めるその後石本をシャルベと一緒に駅まで送る駅には彼の同級生がほとんどみんないて我々を大開催で迎える彼らは手紙を書く写真などを送ると約束する片,片岡のように涙ぐんでいる者も,もいる威勢のいい者も,もいるが酒のせいだろうアーマナも駅に来た石本のポケットに、えー、はまきとコニャック一瓶を入れてやる でここで石本というのはあの石本新六という後に陸軍大臣にもなる人ですがこの時は23歳ですでクレットマンというのは先生ですけれども26歳です非常に若いのでね駅というのはもちろん新橋で当時だからあ西南戦争に出兵するのに新橋か横浜に行って横浜か横浜神戸に行って神戸から九州に行くわけですね。 ハマキとコニャクというのもまあ面白くて、まあ、それがもう言うためにそこまで引用したんですけれども、まあ、大切なのはここで注目すべきは今日の発表で大切なのは修正する日本人がフランス人の先生に手紙を書く写真を送ると言っていることですね次にほ,のほぼ同じ時期に書かれた少し何週間か後に、えー、クレットマンが両親に書いた手紙を引用しますで,で訳します <laughs> 前回出征の様子を伝えた士官学校第三学年の生徒たちが私たちに神戸から手紙とグループの写真を送ってくれましたその気遣いに僕たちはとても感動しましたこの日本の士官学校の生徒たちを帰ったらヨーロッパの友人に写真で見せることができると思うと今から嬉しくなります神戸を通過する他の多くの部隊も戦場に向かう前に同じように自分たちの写真を撮っていますそれは興味深い写真のコレクションで僕たちはそれを手に入れようと みんな努力していますこうしてその後出生があるたびに残るものと建物の間で盛んな写真の交換が行われました残念ながら僕の肖像写真12枚はもうなくなりました出来に満足していないので今のところさらに撮ってもらうつもりはありません特に説明の必要はないと思いますけれども要するに戦争に行くものと残るものの間で写真の交換が行われていてそれがまあこの場合は 日本人の兵士とフランス人の教官であったということですね。でこの残念ながら受け取ったという手紙は残ってないんですけども写真は残っていてそれがここに見せる写真ですたいい。で、えー、この写真はですね先ほどお話しした <laughs>、えー、横浜の開港資料館の、えー、展覧会にも出ていましたし。 えー、先ほどもお見せしたにえバイリンガルの本にも掲載されているんですけれどもこの写真だけが掲載されていたので実際にどういう意味のどういうい写真かということは分からなかったんですけれどもこの下に書かれているのはもちろん生徒の名前ですね、えー、その例えばそれが交通説神戸港 写真誌「森川」って書いてありますけど神戸当時にあった森川の写真館で撮られたということも今回初めて分かりましたし今の今引用したばかりのですね手紙と関係づけられることもなくどういう機会で撮られた写真かということも正確には分かっていませんでしたけどもこれが要するに西南戦争に出かける直前の士官学校3年の生徒であると確実で。 面白いというわけではないですけれども、興味深いのは、死んだ先生,生徒の名前には罰、バツ印がついています。なんで罰これが死んだ生徒かというのは、あのクレットマー。別に日記の中にも、死亡・負傷した学生の一覧を書いているので,です、ね、それで、この罰をついているのは、あの生徒の一覧だという、あ生徒あの死んだ生徒だという名前であるということが確認できます。 それからさらに興味深いのではですねこれと同じ写真がですね1990年代に見つかっていまして日本,人日本で,ですね見つかっていましてこれは同じ士官学校の生徒45年後に士官学校に入った生徒の子孫のところで見つかった写真なんですけれどもまあこれが同じ写真だというのはいいとして面白いのはですねこの写真に生徒の名前がローマ字で書かれていることですね。 なんでこれも最終的には日本人の家族のところに残りましたけれども一時期はフランス人の手に渡ってまあ、フランス人が日本こういう生徒の名前を覚えるためにというか生徒ことを意味しているのではないかというのが私の予想です。ででででで最最後後ににすねまあそういうい話でで最後にで、えー <coughs> これは全然関係ない話でごく最近、ですね今年の3月に私が撮った写真ですけどもたまたま私の勤務する図書館のね利用者の家に保管されていた同じように日本に渡ったエッシュマンというですね軍人の。 家の家の祖先厳密には祖先あの子孫ではないんですけれどもそこに残っていた写真でまあこういう立派な写真本当はぜ全部で3冊ぐらいあって幅は大体5 0ンチぐらいある写真ですけれどもこのエシマンというのは当時のいわゆる富山学校という新宿の富山にあった軍人の再教育施設を設立に関わった人ですけれどもまあこういう写真が出てくることもあるという写真のアルバムが、まあ、偶然ですけども見つかることもあってこれは。あ 東京大学のですねいろいろお世話になっている主要編さ所の大家先生にお送りしたら、まあ、中の写真をいくつか撮ってです、ね、お送りしたらまあ貴重なものがあるかもしれないかということで今度の11月ですけれども本格的なまあ、さっきもお話しした谷さんとか、えー、撮影舞台というんですが非常にあのいろんな写真の器具を持ってパリまで来ることになっていますまあこういうことも最後にあ,のあるものだということで時間が時間前に終わる習慣がないのであの何ていうか。 結論を言うということはできないんですけれども、まあ、以上です、まあ、何か質問があったら、すべてを言いませんでしたから、まあ、もっと何か知りたいということがあったら、知っている限りお答えしますので、質問にさせ、いいですか、質問のぐらいですか、じゃあ、<laughs> はい、じゃあ、これで終わりです、どうも、ご清聴ありがとうございました。